伊沢聖華 VS アナスタシア・スベキスカ。まずこれ言いたいのが、このアナちゃんね、まあ、悪い選手じゃないと思うし、いい選手と思うけど、北の最終兵器って、イゴル・ボブチャンチンが言われてて、プライドの選手の。で、そこから取ってると思うんです。北の最新兵器って言ってたけど、ちょっとこれはね、本当まだこれも格闘技関係ないけど、それはちょっと違うんじゃないって、今この世界情勢で。それはちょっとデリカシーないなと思った、俺。OK 出すんやと思って。あれは本当今回変えてほしいけどね。結構嫌な気持ちになった人多いと思う。あれはあんま良くないと思うな。で、俺ね、伊沢聖華対レイナだったら、レイナが勝つ可能性も十分あるなと思ってて、伊沢聖華有利と思うけど、俺ね、伊沢聖華ってやっぱすごいから、結構映像、過去の映像とか 見るんやけど、ジュエルスの試合もそうやけど、あのね、一個弱点見つけちゃったよな、俺が相手側のセコンドついたら絶対こうしろっていうのが一個あって、これすいませんちょっと言っちゃいますけど、あのね、テイクダウン行くときにタックル行くとき、ピカ式テイクダウンもそうだけど、絶対に右のストレートが入るね。俺気づいちゃった。右のストレートを打って、なおかつ右足をスイッチというか流して前に、そっからタックル入んのよ。だから俺は相手はそこに膝を合わせたらいいと思う。右のパンチ出してきたら膝を合わせる練習させる。俺、レイナ選手とかのセコンドだったらね、毎回そう、もう癖になってる。てか、まあ、あれはいいけど、あれはあれで。ただ、あのパターンが得意すぎて、あれに頼ってるから、右のパンチ来たら膝合わせたらいいよ。別に俺、伊沢選手全然嫌いでも何でもないし、別に相手に勝ってほしいとかそういうことじゃないけど、そう思う、俺は。だから逆に伊沢選手は、右のパンチから右足前にしてのタックル以外のテイクダウン覚えたいけどね。まあ、練習だといろいろやってんのかな。試合で一番自信のあるやつをやってるのか知らんけど、そう、毎回そうやなって気づいちゃった、俺は。で、まあ、アナちゃんが俺の YouTube 見てるわけもないし、それができるとは思えないので、まあ、ここは普通に、伊沢ちゃんがやっぱ格の違いを見せて一本勝ちすると思うけど、アナちゃんがね、もう本当にね、タックルを覚えよう。本当にまず、もう抱きついて抱え込んで引き込むとか、もうね、何年前の MMA なんて思っちゃう。テイクダウン覚えんともう話にならんよ。そういう面ではね、フィジカル弱そうやもんな。急にボロクソ言っちゃってるね、アナちゃんのこと。ごめんね、アナちゃん。急に突然言っちゃってる。ごめん、ごめん。ちょっとそれ思ったな。テイクダウン覚えたけど、パンチも蹴りもいいんやけど、別に殺傷能力がない、あるわけじゃないし、これで伊沢ちゃんが KO 負けするとは思えん。打撃も伊沢ちゃんの上と思うし。伊沢ちゃんがでもどっかで一本取るんじゃないかな。まあ、下からの十字とか、それだけちょっと怖いけどね、アナちゃん。でもそれはさすがに、伊沢ちゃんも分かって対策ちゃんとしてくると思うんで。伊沢ちゃんが1ラウンド1本勝ちかな。ほんと物が違うよ。伊沢だけはね。そう思います。でも戦う相手は、右のパンチに膝合わせる練習してみてください。